日本鹿児島県薩摩仙台市上古市町村。上古市町村は、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国古式島郡古式島豪奏の裏村。古式島郡上越村。大技具の裏。薩摩郡上越村。大技具の裏。郵便番号は896-1206。人口は50人。世帯数は31世帯。 上古式村郷土市によると1977年時点での面積は1.242平方キロメートルである。古式島列島に属する上古式島の北西部に位置している。南北に半島状となっており、西海岸は断崖が連なっている。薩摩半島の北西部に浮かぶ古式島列島北部の上古式島の西部に位置しており、岬状に突出している。 アザイキの北東方には、上越基地を背上に接しており、東方には、占い湾、北方から西方にかけては東、シナ海に面している。集落は、占い湾にある桑の裏港付近に集積している。僧の方向は、天然の異例に形成された港であり、比較的遠浅になっており、真珠の養殖が行われている。また僧の補修落を起点に、 鹿児島県道348号層の裏里と港線が北東に進む。野町には宇佐八幡神社があり、創建年代は不詳とされているが、落ちるの中村田島坊によって勘定されたものであるという。また、車源跡からは、弥生式時が発見されている。また、北部には、船見山牧場がある。層の補修落付近の雑木林には、 キーレツチトリモチが少量であるが発生しており、ネズミモチが寄生している。上古式村郷土市によれば、由来島は不明であるが、昔にクワの木があったことから名付けられたのではないかと推測している。2015年3月16日に古式島列島の区域を対象とした国定公園として、古式島国定公園が指定された。集落を除いて、ほぼ全域が、 国定公園の区域に含まれており、2015年3月16日の鹿児島県国時、古式島国定公園区域内における特別地域の指定により一部が特別地域に、古式島国定公園区域の海域内における海域公園地区の指定によって海域の一部が上古式島西海岸及び、長目の浜海域公園地区にそれぞれ指定された。国土地理院地図。 国土地理院地図。陸系下浜辺や海象上,上の小岩、無名の岩を除く。角川日本地名大辞典によると、上古式町僧の裏の小技は以下の通りである。洋僧、辰丸、赤名巻、野町、村の上、宮の上、セリダン、山の上、住吉の下、仮底、西山大倉岳の麓の平地から、弥生時代後期の弥生時が出土している。 これらは、総の保遺跡と呼ばれ、神古式村郷土史によれば、調査を実施した医師の村、A 建造の論文を根拠に、古くから住人の土着したことは、石器や土器の存在から容易に伺うことができる。すなわち縄文や酔い古墳の各期にわたり、本土文化の波及を受け、南九州特に、薩摩半島西岸と密接不利の関係が認められ、 同一文化圏に属していたことが判明する。と記している。相の保という地名は、江戸時代より見え、薩摩国古式島郡古式島里の内の区はの、裏村であった。村高は、三州五地西洋欄においては15国余り、急行給料取調べ町では22国余りであった。江戸時代の測量家である、井上忠敬が表した、九州東海平原海村順には焼かず35と、 記載されている。1889年に町村制が施行されたのに伴い、上古式島及び中古式島の全域にあたる中古式村、中野村、高石村、平良村、小島村、瀬上村、上村総野保村、里村の区域より、上古式村が成立し、それまでの総野保村の区域は、上古式村の大技、総野保となった。第二次世界大戦終戦後には、 外地からの引き上げなど寄境者が増えたため、漁業が盛んであり、小学校も置かれていたが、その後人口が減少し、小学校も廃止された。1965年に、自定狩りの傾斜地を、鹿児島県畜産課の指導のもと調査を実施し、1966年、1999年4月2日に、こういう水面埋め立て地の区域奥くの浦和座屋町の一部に、編入した。 2004年10月12日に、上古式村が、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、鹿島村、下古式村、里村と新設合併時、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大技名については、従前の村名を町名とし、これを従前の大技名冠したものをもって、 大技とすると協定され、旧村名である上越木村の村を町に置き換え、従前の大技なである区の裏に関することとなった。合併当日の10月12日に、鹿児島県の告示である字の名称の変更が鹿児島県広報に掲載された。この告示の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技なが、草の穂から薩摩仙台市の大技。 上古式町、総野保に解消された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。桑の裏にはかつて、上古式村立宇佐小学校が設置されていた。宇佐小学校は1883年に寺小屋として開設され、1895年に桑の裏人上小学校となった。 1900年に占い小学校の教場となったが、1923年に再び独立校となり、宇佐小学校に改称した。1941年に国民学校となり、1947年に宇佐小学校に改唱、1968年に占い小学校に統合され並行した。私立小中学校の学区は以下の通りである。 県道348号層の裏と、瀬上間の道路はかつては、山道と水田のあぜ道を経て、海岸線をたどるルートであったが、生活物資の輸送は船による運搬が行われていた。1966年にクアの裏から瀬上まで、自動車が通行可能な道路が開通した。県道層の裏座と、港線は1973年4月11日に、 それまでの県道中古式里港線が中古式から、桑の裏まで県道として、延伸指定されたものである。コミュニティバスである、古式化の小百合バスが運行されている。桑の裏から上古式町中古式を経て、上古式町高石までを結ぶ路線が運行されており、桑の裏の区域にあるバス停は2020年現在、以下の通りである。ありがとうございます。